私のことなら気にしないで。アンナス様が守ってくれてるだけで心強いもの。どうしたジョージャン、そんな悩んだ表情なんかして。いや、いつも買い物してるけど商品が変わり映えしないなと思って。ここは小さな島だからな、周りが海だとどうしても入荷できるものが限られちまうんだよな。毎回同じところから入荷しなくてもいいんじゃない？例えばもっと遠くの国からとかさ。遠くの国か。それじゃあ、あいつに頼んでみるか。あいつ？知り合いの交易商人さ。世界中を旅しているやつで、たまに土産を頼んだりするんだ。結構面白い品を持ってくるんだぜ。交易商人か。それじゃあ、お願いできるかな。ただし、あいつは変わり者だからな。どんなものかは保証できねえぞ。大丈夫だよね。部屋には何重にも鍵をかけていたんですが、プロの泥棒と同宿じゃ仕方ありません。こんなことならリュリーティスさんの金庫をお借りすればよかった。過ぎたことは致し方ありません。アーナスさん、あいつにはたかる方向で行きましょう。歌う狼、うごめく森、雲の花嫁、国鳥発生区をにぎわす噂の数々、その謎の解明をかけて。アーナスさん、私と勝負してみませんか？なんだよ、めんどくさいな、やぶから棒に。めんどくさいな、もう。めんどくさい2回言わないでくださいよ。幻の邪妖の半年勝負です。アーナスさんが勝てば、私は二度とあなたには付きまといま。乗った。なぜ即答？まあいいでしょう。私が勝ったら助手になってもらいます。いいですね。構わないよ。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは、良い夜を。プロの書なんて初めからなかったんじゃないのか。どうもあいつはうさんくさいぜ。ま、世間知らずの学者先生だ。そのうち尻尾を見せるだろうさ。さあ、俺様の何が欲しい？素直にねだってみな、嬢ちゃん。商人をどこかに派遣するんだな。
これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん。闘技場へようこそ。この依り代でいいの？アクチュアライズ完了。この名前に決めた。これからよろしくね。あれ、おかしいな。故障かな。
どうしたの猫ちゃん、今日はやけにご機嫌じゃない？来てくれたのね、ハーネス。リュリティス。こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。夜の君の血を集めてきてくれたのね。でもごめんなさい、私は魔剣の担当じゃないの。ちょっと待って、君リュリーティス。ここは妖魔世界と地上界の狭間、夢の世界。私はリュリーティスの見ている夢、夢の中のあの子の姿よ。君がリュリーティスの夢？そっか、それで雰囲気が違うんだね。そんなに違うかしら。落ち着いててお姉さんっぽいし、なんだかいつもより綺麗だ。で、あれ？夢の中では嘘がつけないって言うけれど、アーナスったら素直すぎるわ。現実のリュリーティスも綺麗だよ。どうしよう、怒らせちゃったかな。心配しないで、夢は目覚めるときに忘れてしまうの。それになんだ、花たちが散り始めてる。夢が覚めかかってるんだわ。残念だな、もっと君とおしゃべりしたかったのに。あのね、アーナス、夢って目覚めたら忘れてしまうの。だから私たち誰からも自由なのよ。現実の私たちからも。つまりね、現実では話せないこともここでなら話せるのよ。あまり時間はないけれど、あなたの質問に一つだけ答えてあげる。リュリーティス、君のことを聞きたい。君はどうして聖女になんかなったの？聖女が危険なものだってわからなかったわけじゃないだろう。私知らなかったの、この世界がとうの昔に終わりを迎えてるってこと。遠い昔に夜の君が世界を明けない夜で包もうとして、覚めぬ夢は死にも等しくて、その常しえの夜を止めるために代々の聖女たちが封印を施してきたなんて。私たちが生きてきたこの世界が誰かの犠牲の上にあるなら、私もそれをするべきだと思うわ。これが私の気持ちよ。そこまで知っているなら、君は聖女の役割を断るべきだ。どうしても必要だってなら他の子がなる。あら、冷たいのね、アーナスがそんなこと言うなんて。ユウさん、教皇庁は信用がおけない。あいつらは人の弱みにつけ込んで人生を根こそぎ奪い取るような輩だ。大体君は聖女の封印が何なのか教えてもら。
ああ、もう終わりみたいね。あなたの声がよく。待って、君にはまだ聞かなきゃならないことがある。君は夜の君をどうやって封じるか知ってるの？夜の君を封じた代々の聖女がその後どんな目に遭ったのかを。指輪。指輪って君がくれた指輪のこと？あの指輪がどうしたの？リュリーティス。指輪って言ってた。あの指輪ならいつも持ち歩いているけど。いつの間に。親愛なるシスターへ、教皇庁からたった一つの事実をお前に確認させるようにとの伝言だ。新聖女はすべて承知している。すべて承知し、聖女となる覚悟をした。だそうだ。混ざり者としてさすらってきたお前に生きる意味を与えたのは教皇庁だ。その恩に応えてみせろ。くれぐれもグランマを裏切るなよ。お前の唯一の味方であるブラザーより。リュリーティスが全てを承知しているってどういうことだよ。なんだか変な夢見てたみたい。アーナス、お帰りなさい。どうしたの？君はこんなところにいちゃいけない。この島を出るんだ。アーネス、私はもうあなたが知るリュリーティスじゃないの。もうあの頃の私じゃないの。明日も青き祭壇を探しに蛇妖狩りに向かうのでしょ。少し眠った方がいいわ。リュリーティス、君は知っていたんだね。世界を守るため聖女が犠牲になるって。君は全て知って引き受けたんだ。全てを知って覚悟して、そして私に黙って見てろって。これ以上隠していてはあの子の心は離れてしまったことでしょう。真実を知らせるには良いタイミングでした。愛するものを差し出すために守る。夜の君を探し求めるこの旅はあの子と聖女の別れの旅でもあるのです。私は適切な段階を踏んであの子を育てているつもりですよ。これはその第一段階。まあ妹思いだこと。
なんだお前か、夢の中からついてきたのか。私にはわからないよ。犠牲になるって分かってて、どうしてルリーティスは。何する、なんだよもう、どいつもこいつも勝手なんだから。どうしたのアーナス様。アーナス様、そうか、勝手していいんだよな、私だって。何か言った？別に。だったら私も勝手にこのふざけた運命と戦わせてもらう。おはよう、ルリーティス。おはよう、アネス。ふう、ずいぶんおしゃれしてるんだね。出かけるなら送ろうか。気にしないで、友達と行くから。行ってきます。行ってらっしゃい。君ってば、何もないところでどうしてそう見事に転べるのさ。君、運動神経ゼロっていうかマイナスなんだから、自分を疑って少し慎重に歩きなよ。ごめん、言い過ぎたかな。しくって、だってアーナスったら私のことを私よりも分かってるみたいなんだもの。そりゃルームメイト時代いろいろあったもの。おかげでまあ退屈しなかったけど。ねえアーナス、私たちが親友になったのは偶然だったと思う？え？あなたが教皇庁から私を守れと言われたように、私も何か言われてたとしたら。それは冗談よ。行ってきます。友達か。
おはようございます、お嬢様。よう、おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。無才。リュレーテスがいないとこんなにむさ苦しくなるんだな、ここ。ええ、一気にダメンズ度が上がりましたからね。こいつと一緒にしないでもらいたい。この世に自分とよく似た人物は3人いると言いますが、魂の双子だ。やめてくれよ、ジョージャン。こんな怪しい先生と一緒にされちゃマジで立ち直れなくなる。怪しさであんたの右に出る者はいませんよ。私の黒の書どこにやったんです。しつこいな。俺じゃねえよ。それよりジョージャン、聞きたいことがあるんだが、あの金庫、リュリーテス城のだな。あーた、聖女の持ち物に手をつけようってんですか。呆れた。最低です。違う。防犯上の問題が気になって目にした金庫はこの手で開けなきゃ気が済まねえんだよ。泥棒って言うんです。不法侵入者。いいから出てってください。アホ、本当にやる気なら黙ってやっちまうわ。俺が気になってるのはあの金庫が普通じゃないってことだ。かなりヤバい術がかかってる。手を出した者は無事じゃ済まねえぞ。場合によっては命も危ない。そんな風には見えなかったけど。だからこうして忠告してるんだ。もし金庫の中身に疑いを持ったとしても手出しするなよってな。疑い？考えたことはないか。黒の書が消えた時、このホテルの中で一番安全な隠し場所はどこかって。あなた、リュリーティスが黒の書を取ったっていうの？そんなことあるわけない。じゃあ俺と先生がホテルに来た日のことはどう説明する？なんで俺たちが教皇庁の電話に勝手に出られたんだ？邪魔者を消すためじゃなかったのか？まさかあれわざとですか？うわ、これだから女子って怖いんですよね。うわ、女子の罠にはまっちゃうなんて。何喜んでるのよ。童貞君だ、お面見てやれ。リュリーティスが黒の書を盗む理由なんかない。あんたたちを消す理由もね。そうですよ、夜の君の封じ方が分からなくなって得をするのは妖魔たちじゃないんですか？まあ彼女が妖魔のスパイだなんてことなら話は別ですけど。嘘？え？そうなんですか？妖魔に味方する人間の少女なんて、それなんて美味しい未確認生物です。では早速リュリーティスさんも研究対象ということで。
リュリーディスがスパイだっていうの。お嬢様、落ち着いてください。あのお方からの伝言ではお二方のどちらかは偽物で。リュリーディスは、彼女は代々の聖女がそうしてきたように、自分もこの世界を守るために。アーナス様、どうせそんなことだろうと思った。巷じゃついに最後の聖女が現れたなんて噂で持ちきりだもんな。裏若き乙女を犠牲にしてまで守るような世界かってんだよ、アホクサ。でもまあ、世界を生かすためなら人一人の命なんて安い犠牲なんでしょうな。本人としても世界を救うためと言われたら納得しやすいでしょうしね。あんたら、勝手なこと。ああ、人事だもんな。でも、黒の書については別な見方もできるんだぜ。例えば、親友思いの誰かさんを危険な任務から遠ざけようとして小細工してるって線とかね。それは。お嬢様、あのお方に代わり新しい指令をお伝えします。しばらくエージェントの仕事は休みたい。断って。よろしいのですか。今回の指令はある妖魔と接触し、妖魔サイドの情報をつかむことですが、どうやらその妖魔、夜の君の封じ方について心当たりがある口ぶりだったそうですよ。それってリュリーティスを助ける方法が他にあるかもしれないってこと。その妖魔はどこに。ルースワール歌劇場を指定されています。行ってらっしゃいませ。罠だって可能性は考えないのかね。純粋なんだかバカなんだか、あの子わけがわからんな。ええ、実に興味深いです。
さあ。じゃな。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。浄化開始。一緒に行こう。雲の花嫁、男を惑わす雲の邪妖がいるそうです。一体どのような邪妖なのでしょうね。この場所に目をつけると、さすがアーナスさん。教授、雲の花嫁、どちらが先に見つけるか勝負ですよ、アーナスさん。では。私の調べではこの辺に違いないんですけどね。ここ怪しそうだよね。ああ、アーナスさん。ああ！教授！倒すしかない。見切った。アーナスさん、仕留めてくださいましたか。さすがですね。教授、その分だと無事だね。この雲は何？そら本人に聞いてみるのが一番でしょう。グルルルル？ガルル？それ、邪妖語のつもり？そこそこ通じると思いますよ。
封じてるし。ガルガル、グルルルガル、ガルガルグルルン。ちょっと待って。両者協議の上、私が面倒を見ることになりました。ご心配なく。あ、それから、賭けはあなたの勝ちです、アーナス。では。邪妖語が通じるのか。教授、あの雲のことだけど。そちらは万事問題ありません。ご心配なく。さあ、おう、ジョーちゃん、商人が土産を持って戻ってきてるぜ。商人をどこかに派遣するんだな。商人をどこかに派遣する。
これでいいんだな。じゃあな、ジョーちゃん。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは。ここに来てたんだね。どの辺に住んでいたの？浄化開始。狩りの時間だ。おいで、一緒に行こう。はっ！
食事の時間だ。それで。浄化開始。どこかに夜の封じ方を知る妖魔。
チアルフィエル。食事の時間だ。はっ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 。これでどはっ。はっ。ジオスタッフカリカルタッフカリカル食事の時間だ。
お呼び。それで。浄化開始。来た、行きなさい。はっ。はっ。てい。食事の時間だ。切り裂く。ふっ、せいた。生きた。ふっ。はっ。ふっ。すべての邪妖は私が滅ぼす。ふっ、せい。すがる。落ちろ。はっ、はっ、覚悟は、はっ、ふっ、ふっ、かいたらりゃあ、さあ、ふっ、ふっ、かいたらりゃあ、食事の時間だ。さあ、ふっ、ふっ、かいたらりゃあ、さあ、はっ、ふっ、ふっ、かいたらりゃあ、吸っていいぞ。さあ、はっ、ふっ、ふっ、かいたらりゃあ、容赦は発生すらぬ発生さあ落ちろ。血を吸うんだ。発生
落ちろ。血をすすれ。またお前か。神出鬼没だな。ついてこいって。わかったよ。昔の人間たちは星と星をつないで夜空に大きな絵を描こうとしたの。この星々の並びが多くの旅人を導いたわ。一つ一つは意味をなさずとも、集うことで新たな意味を帯びることもある。我ら妖魔も人と結びつくことで新たな力を得られるやもしれん。教皇庁と接触する予定の妖魔ってあなたのことなの？聞きたいのは私の方よ。純潔の妖魔との交渉人がどうして混ざり者のあなたなの？教皇庁の都合なんて知らない。ただ私は夜の封じ方を知りたいだけ。夜の封じ方ですって？それを聞くあなたは人間かしら？それとも妖魔かな？いずれにせよ試す必要がありそうだな。狙う！
油断したよ。邪妖と渡り合えるなんて、あなたはやはり人間ではないようね。だが、せっかく集めた青い血を吸わないとは妖魔でもないようだな。私は私よ。人間とか妖魔とかそんなことは関係ない。教皇庁のエージェントであることもね。ならば聞かせて。あなたは夜の君についてどこまで知っているのかしら。夜の君は妖魔の王だと聞いてる。妖魔はその妖力の強さで下級、中級、上級のクラスに分かれるけど、中でも君主と呼ばれるのは最強の妖魔。それはもはや神にも等しい存在で、人間が太刀打ちできるものではないと認識してるわ。そこまで理解しているならば、夜のお方が我らにとってどのような存在かもわかるだろう。夜はこの世界を闇の人色に染め上げる。そこで生きられるのは純潔の妖魔だけ。そんな奴が再び力を持っては我らも自由を奪われてしまうのだ。だったら夜の君を封じる手立てを教えて、聖女を犠牲にする以外の方法を。封じるのではないの。封じるのではダメなのよ。封じるのではなく。どうしたの。闇の蝶が集ってきただろう。私の中に流れる青吉が気づいたのだ。夜への裏切りにな。だが言わねばならぬ。夜は封じるのではない。夜は倒すしかない。名を呼ぶ者降臨に、その名を認められればお前も夜とまみえるだろう。お帰りなさいませ、お嬢様。有用な情報はございましたか。邪妖を倒してからかわれただけ。それは残念でしたね。夜の封じ方さえわかればお嬢様の不安も消えるでしょうに。あるいはウェルカだよね。
ルリーテスは戻ってる？ええ、今日は珍しく早めにお休みになられましたよ。友達と遊んで疲れたんだろうね。ごちそうさま。ただいま。人血の妖魔相手に何を調べてきたの？起きてたの？それともそれ寝言？もうからかわないで。あなたが何を考えてるかなんて私わかるもの。何怒ってるのさ。友達と遊んできたんだろ。嫌なことでもあったの？黒猫ちゃん取ったくせに。友達ってあの猫のこと？ルル、ごめん。アナスったらひどいわ。私のことなんかほったらかして一人で危険なことばっかり。危険なことなんてないさ。ごまかさないで。純血の妖魔相手に夜の君の封じ方を聞いたんでしょ。私知ってるんだから。なんでわかるんだ。さては教皇長が。教皇長に聞かなくたってあなたが何を考えてるかなんて私わかるもの。夜の君は夜の化身、夜そのものなのよ。夜をどうにかするなんてできっこないわ。君が信じなくても私はやるよ。私が君を守る。どれだけ危険かわかってるの？相手は妖魔の中の妖魔、夜の君なのよ。なら君が聖女をやめればいい。世界なんて滅ぶに任せればいいんだ。そんなこと。ならしょうがないじゃないか。相手が神様だろうが魔王だろうが私が君を守るよ。夜の君のことも聖女のこともずっと昔から決まっていたことなのよ。あなたが責任を感じることないじゃない。しょうがないさ。だって友達になっちゃったんだもの。あなたバカだわ。ルリーテス、どうして利用されてるのかわからないんだよ。ルリーテスのバカ。どうぞごゆっくり。何ですかあなたたち、朝っぱらから血は喧嘩ですか？バカ、サワラの神にたたりなしだ。我がホテルの雰囲気が